皆さんこんにちは、リックエイヤー役の松風雅也です。皆さんこんにちは、アマンザ・ボルチコワ役、皆川純子です。なんかいろいろとインタビュー受けましたね。めっちゃ面白かったです。え、主に松風さんが。面白くないですよ。なんかね、多分出演者の中で誰よりもこの世界観に詳しいっていうか、みんな分かってるんだけど、それを言葉にするのって難しいんだよ、なんかあの世界観を。それをなんかすごくスラ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 して言ってたじゃない。そんなことないですよ。へえって思った。今ですか。今もう12年撮り終わってますけどね。いやでもあの自慢できるね作品なんでね、いろいろ話したいこととかはありますよね。本当にこの作品に出れてよかった、うん、めっちゃ面白かったよね。いやいや本当ですよ、うん、アフレコも楽しかったし、また12話見た後の皆さんの感想とね、うん、あの僕らのも今ちょっとギャップはあるのかもしれないですけど、なかなかこんな作品はないなっていう。僕のあれですよ、僕の記事なんかどうでもいいんですよ、はい、そんなことよりやっぱりあの質問でありました、皆川さんの語る女性の極意についてもあったじゃないですか。女性の極意ありましたね。いい女に何でしたっけ、いい女になるためのアイテムとか、はいはいはい、いい女であるための極意を上田玲奈ちゃんと小沢ありちゃんから質問をいただきました。それに主に松風さんが答えてダメじゃないですか。この動画釣り動画なんですから、もう釣りにならないじゃないですか。俺が言ったらそっか、ここはやっぱ皆川さんが本邦初公開だったみたいな、ちょっと嘘ついておいた方がいいんじゃないですか。嘘じゃんかよ。なんか私あの今まで言ったことないのなんか言っちゃいましたみたいな、人気の秘密言っちゃいました、ここだけでみたいなこと言っといた方がいいんですよ多分。私の極意、ここだけで、インタビュー記事だけで教えちゃいました。絶対見てね。なんだそれ。ご覧になってる皆さんは9話とかぐらいまではご覧になってる可能性があるらしいんですよ。私らのいいシーンじゃない？あれ？いいシーンありました？めっちゃいいシーンじゃん。これ8回ぐらい振られたことしか覚えてないですよね。大丈夫ですか？出会った瞬間から振りまくってるんで。でもこの2人の、ね、関係もこの後ね、はい、出てきますし、はい、楽しみにしていただきたいですよね。ぜひぜひ。長谷さんとこうやって共演させていただくの初めてじゃないですか。このインタビューをこう。そうかもしれない、ね、2人は初めてじゃないですか。そ、2人きりは初めてかもしれない。ですよね。はい、アマンザとリックということで今回2人でやらせていただきました。嬉しいですよ、はい、もうだからちょっともうね、僕あの好きな女性声優ランキングね、やっぱもう常にベスト3に皆川さんいますからね。適当言うでしょ。もう本当に尊敬する大好きな皆川さんとのインタビューがテンション上がって喋りすぎちゃいましたよ。はあ、そうですか。私は全然自覚がないですけれども、はい、スタッフの皆さんが面白かったって言ってくれてるんで。そう、さっきそう、え、どこが面白かったのって素で聞いたけど全部面白かったよ。本当ですか。はい、じゃあその詳細は、文字で全部ね、全部きれいに文字で起こしてあると思うので、はいはい、詳しくはではインタビュー記事の方を皆さん見てくださいね。ご覧ください。